地元戦ですね。そうですね、すごく楽しみにしてきました。ここに向けて調整というのはいかがですか？前回松山が終わってから、まあ、結構空いたのでたくさん練習してきました。練習の中、トレーニングの中の手応えというのは？そうですね、伊藤のホームバンクで男子選手と一緒に練習してきたんですけど、しっかりついていくこともできたので、いい感じかなと思います。さて、この地元戦が終わるとこの後少し大きなレースも控えているんですけれども、今回どんなことを注意して走っていきたいですか？そうですね、33バンクなんで、後手踏まないようにと、しっかり積極的に動こうかなと思います。1ヶ月アセンテーシだったので、しっかり練習できました。そう、ちょっと腰が悪かったんですけど、腰の様子見ながら、その力を落とさずスピードを上げる練習をしました。そうですね、立ち遅れないように、仕掛けられるとこしっかり逃さないようにしたいです。3日間全力で頑張ります。応援よろしくお願いします。さて、今シリーズ追加ということですが、はい、そうですね、強い選手がたくさんいたんで、経験を、まだ新人なので経験を積んで早くレースになりたいということで追加を受けました。では今シリーズですが、まずは初日対戦メンバー見ていかがでしょうか？はい、そうですね、自力選手がいるのでうまく後ろ取れるように走っていきたいなと思っています。今回追加をいただいたので、しっかり決勝に乗れるように頑張ります。応援よろしくお願いします。